素敵、本当にみんなを連れてきてくれてありがとう。いや、お安い御用なのぜ、じゃがのう。わらわが身内にかなり従属を増やしおったな。別所の浮気者、浮気者。わらわが不在の間に多くの女子をたぶらかしおって。ひどいのぜ、ひどいのぜ。わらわの一途な忠誠を無下にしおって。今度ばかりはわらわも限界なのぜ。実家に帰らせてもらうのぜ。待って、関、この子たちは関が不在の間私の命を助けてくれた子たちなの。だからお願い。それにあいれ、あの緑の子は両親が殺されて一人ぼっちなの。私たちで面倒見てあげないとかわいそうでしょ。そうじゃのう、あんな小さい子が一人なのはかわいそうなのぜ。放ってはおけないのぜ。だよね、それに二人もさっき言ったけど私の命を助けてくれたし、ネロは私の呪いが解けるまでずっと治療しててくれてたんだよ。そうか、月下のために頑張って忠誠を誓っておるならわらわから言うことは何もないのう。でしょ、だから私のそばにいて、ねえ。うむ、月下がそこまで言うなら仕方ないのぜ。それにわらわも他の4人を連れてきたしのう、この際何人増えようが同じことじゃしのう。でしょ、ほら、後で他の3人を紹介するから席は休んでて。うむ、全然元気じゃが、そうさせてもらうのじゃ。はぁ、まさか4人も。4人も。相当答えてるわね。どと戦力と肘と心強いからな、席は。また2人だけの時間を作らないと。月下さん、久しいな。元気しとったかいな。行月、京都の百鬼夜行異変、以来ね。いやぁ、月下さんの方から呼んでくれるなんてほんま嬉しいわ。私がいれば100人力栄えよろしゅうな。内容は聞いてるんだよね、大丈夫なの。私と月下藩の仲やないの。我が白都心、稲葉京月、心よく月下藩の従属になってこの力、すべてを月下藩に捧げるわ。主、久しいなぁ。琥珀、元気そうだね。百鬼夜行はもう大丈夫なの。うん、あん時は本当私の神聖のせいで迷惑かけたよ。最近は私が琥珀丹の面倒見てたんやで。そうなんだ、二人が仲良くしててよかったよ。琥珀丹はほんまええ子なんやで、私の言うことを遅いけどちゃんと聞いてくれるし。行月がせかしすぎ、私は狐なんだからのんびりしたい。相変わらずね、本当。琥珀の主食は、九尾狐、と、羽衣狐、別名、滝二天、と呼ばれる天女の羽衣をまとった白い狐の混合種、九尾羽衣狐。九尾狐は昔から強力な妖力を持つ妖怪の狐。滝二天は神聖が非常に高い獣の従属心。その混合種なんだから凄まじいポテンシャルを持った子。そんな子がいてくれるんだからすごく心強いわ。主、これからよろしくね。うん、二人とも私の中でゆっくり休んでて。よろしくね、行月、琥珀。我が主の命により、今この地に降臨した冥界の神。プルート、アヌビス。今ここで真の姿を現す時が来たようだ。相変わらずね。ふふ、さあ主よ、この冥界の神に何の用かな。魂を喰らえばいいのか、聞けば生物が発狂する雄たけびをあげればいいのかな。じゃあそのキャラをやめたらいいと思うわ。うん、それはあんまりアヌ、以前は私のノリに乗ってくれてたのにアヌ。暇ならいつでも付き合ってあげるわよ。でも今は忙しいから。相変わらず主人は異変に巻き込まれるアヌね。現実冥界境界破壊異変の時もすごくお世話になったアヌけど、たまたまエジプトに行ってたらあってね。でも今回はアヌが呼ばれるくらいだから相当大変アヌ。プルートちゃんの力を貸してほしい。あの時は断っちゃったけど、私についてきてほしいの。わふ、アヌから提案したことだからすっごく嬉しいアヌよ。だからここまで来たアヌ。よかった、プルート。それじゃあこれからずっとよろしくね。アヌ。あとはあと。いた。いた。おい、リア。リアも相変わらず。ってことね。リア、元気そうだね。あれから環境の方はどう？も、問題。ない。そう、でもあの、世界大革命大地震異変を阻止できたのはリアのおかげだからね、すごく感謝してるよ。マグニチュードにして驚異の50、範囲も星半分、人類滅亡の危機があった大変な異変だったからね。でも、月下が知識を貸してくれなかったら、あれは解決できなかった。あの時は本当に助かった、だからここまで来て我が身を捧げに来た。うん、一度断った案件なのに、ごめんね。断られた時は悲しかった。でもまた呼んでくれて心の底から嬉しい。私もリアが来てくれて嬉しいよ。これからよろしくね、リア。こちらこそ。よろしく頼む。う
うん、長旅疲れたでしょ。私の中で休んでて。うん。さて、あとは関とネロたちにも体内に戻ってもらわないと。もうお互いの挨拶も終わったと思うし。そうなんじゃのう。みんなこの短期間の間月下のために感謝するぞ。いえ、私たちは月下様に助けられたので恩を返すのは当たり前ですよ。アイレも辛かったと思うが、わらわたちがいれば安心ぜ。今後はわらわたちを頼るといいのぜ。うん、ありがとう。フティアも月下のアシストとして頑張ってくれて感謝するのぜ。私が一番この辺りに詳しかったからね。当然だよ。寺も月下の危機を救ってくれて感謝するのぜ。ムーもいっぱい助けられたからワイコなんだムー。これからわらわたちは運命共同体なのぜ。月下のために尽力を尽くそうなのぜ。おお、何かすごく盛り上がってるわね。おお、月下、4人とは挨拶は済ませたんじゃのう。こっちもみんなで一致団結してたところなのぜ。そうなの、みんなありがとうね。それじゃあ時間もないから早速移動を開始したいんだけど、私の体内に戻ってもらってもいいかな。行くのじゃのう。わらわは少し話があるから最後に戻るのぜ。じゃあみんなは先に戻って。ここ数日で私の従属が8人も増えるなんてねー。増えすぎなのぜ。でもまあ、月下は神ぜ。従属は数人いてもよかったのかもしれんのう。それで話って何？まずわらわたち、月下の従属の名称を考えたのぜ。名称、なんか組織名みたいでいいね。それで名前は？九鬼神使、ぜ。月下に使える9人の神の使い、9人の騎士ぜ。九鬼神使、すっごくかっこいい。何が由来なの？太陽系の惑星じゃの。それにちなんで全員の肩書きも考えたぞ。白土神、稲葉強月は、月神騎星。月下の守護系能力担当ぜ。火の精霊、ホティア、サラマンダーは、火神騎星？月下の攻撃系能力担当ぜ。水の精霊、ネロ、ウンディーネは、水神騎星？月下の治療系能力担当ぜ。風の精霊、アイレ、シルフィードは、木神騎星？月下の運慶系能力担当ぜ。キュービ・ハゴロモ・キツネの玉も琥珀は、金神騎星？月下の調和系能力担当ぜ。その精霊、テラ、ノーミードは、土神騎星？月下の制限系能力担当ぜ。幻獣怪神のリア、リバイアさんは、怪人騎星？月下の幻惑系能力担当ぜ。冥界神のプルート、アヌビスは、冥神騎星？月下の断り系能力担当ぜ。そして最後が、設定精神長の石、式、わらわは、天神騎星？月下の自然系能力担当なのぜ。この9人は今後の月下の人生を共に過ごし、月下に尽くすことを誓うのぜ。みんないろんな役割があってよかった。それだけで今後すごく助かるわ。それじゃあ席も私の中に戻って、早速出発するわよ。ダメぜ、今の月下をこの先に行かせるわけにはいかん。え、どういうこと、席？ネロたちから聞いたのぜ、わらわが不在の間に起きた出来事を。私だけだと頼りないってこと？そうぜ、じゃがそれは月下の責任じゃない、わらわの責任ぜ。席？どういうこと？その桃色の片目、どういう意味があるかわかるかのう？いや、てっきり私が神として覚醒した時の副産物だと。やはりそう思っておったか、道理で聞いてこぬわけぜ。席は知ってるの、この片目のこと？もちろんぜ、その目はスザクだった頃のわらわの目ぜ。月下は姿だけ、式解放神打ち、状態になっておったのじゃよ。知らなかった。じゃが、本来の、式解放神打ち、は月下がわらわの力抜きでわらわを倒してやっと成立するのぜ。わらわが戦わずに認めても、それは神打ちの本来の力の1割程度、ズルは神の契約上、なかなか認められないのじゃよ。つまり今の私は姿だけ神打ちになってるけど、実際の神打ちの力は全くないと。そうぜ、もし1割でも真打ちの力があればわらわの力が月下の力として扱えるはずじゃからの。じゃがわらわはずっと月下の中にいると思っておったから言わなかったのぜ。そうだったんだ。すまんのう、月下、一番知っておったはずなのにのう、月下の目標を。敵？じゃから今ここで本気でわらわと戦うのぜ、今ここで真打ちの試練を行うのぜ。わらわを下してみよ。そしてわらわの力を全て我が物としてみよ。月下。ここはわらわと月下だけの空間、ここでわらわを下すのぜ。
そうすれば月下が求めていたものを全て得ることができるはずじゃ。関、私は、いや、いつまでも関に甘えるな。関だって私と戦いたくなんかないんだ。でも私の夢のため、未来のために本気で戦ってくれるって決断をしたんだ。なら私の答えは一つしかないじゃない。わかったよ、関、戦うよ。今ここで関を倒して、真打ちを得得し、強くなる。覚悟は、できたようじゃの。さあ、行くぞ。結果。なんかずっといたのに、ずっと空気だったわね。私。しかもなんかいきなりしんみりした雰囲気になって月下ちゃんが倒れたけど。別に精霊島に関しては私も行くから月下ちゃんには危害はいかないんだけどなぁ。時間もないし、月下ちゃんがお取り込み中悪いけど現地まで運ぶしかないわね。というか、本当は月下ちゃんをわざわざ戦場に連れて行く必要ないんだけどね。なんかここまでやる気満々だと、あとはゆっくりしてて、なんて言えないし、連れて行かないと私が空気読めないみたいになるし。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回も動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。